直ちに御所内に乱入した役人は、血眼で高倉の宮の姿を探し求めたが、もちろんいるはずはない。示談だ踏んだ彼らは、隠れ潜んでいた女房たちに悪態の限りを尽くした後、信面を縛り上げて六波羅へ引き上げたのであった。報告を受けた宗盛は台所を踏み鳴らして現れると、庭先に引き据えられた信面を見据えてわめいた。己は千字の使いと名乗る男を、何が千字じゃと申して切ったとな。嘘とは言わせぬ。その上、検非違使長の多くの下郎も殺めた。断じて許さぬ。よい、河原に引き出して、そのすっ首を打ち落としてやる。が、その前に、宮の行方を隠さず申したてい。己は承知しているはずだ。こやつを厳しく糾問してみよ。信面は、不敵な表情で座り直すと、あざ笑った。近頃、御所の周りを妙な奴らがうろつくのは存じておった。大したこともあるまいと、今夜も馬鹿にしておったのは、拙者の間違いであったが、どうも大層なことをやる御人たちじゃ。物音がするので出てみれば、鎧武者が300騎。よほどあの御所が怖いと見える。何用じゃと尋ねると、千字のお使いだという返事じゃが、昨今はあちこちで窃盗、強盗、山賊、海賊など、性の悪い奴らが、苦行がおいでになったとか、俺たちは千字のお使いであるなどと称して、悪事を働いてくることは、拙者よく耳にしているのじゃ。夜中物々しいいでたちの人相の悪い輩が、のっけに千字の使いと言われても信用はできぬ。腕に覚えがあるかどうか知らぬが、いきなり切りかかってくる。千字とは何じゃと申して切り捨てたまでじゃ。しかし生け捕りとは無念。この信面、甲冑を身につけ鍛え上げた太刀を持てば、押し寄せた役人どもを一人でも無事に返してはおらぬ。宮の行方をお尋ねのようじゃが、拙者知り申さぬ。たとえ存じても申しはせぬ。糾問などをしても信面には無駄なことじゃ。侍が決心したことを拷問などで脅かされるとは、今日も侍じゃ、ご存じあろう。こう宗盛を睨んで答えた信面は、言い終わると固く口を結んだ。そしてそっぽを向くと、もういかなる質問にも推しのように沈黙した。この信面の態度は、居並ぶ平家の侍たちを感心させた。これこそ一騎当選の侍という言葉が互いにささやかれた。またある男は、彼の武勇は今に始まったことではない。先年、彼が院のクランドどころにいた時だが、手ごわい強盗6人を取り押さえたことがあった。この強盗は、守護の武士でも立ち向かえなかったほどの奴らであったが、逃げる賊をただ一人で追いかけ、二条堀川で6人を相手に切り合いじゃ。そして4人を切り、2人は生け捕った。左兵衛の城に任ぜられたのは、この時の手柄からじゃ。今切られるには惜しい侍よ、と語る者もいた。この噂が耳に入ったのか、清盛入道は信面を切るのをやめ、彼を放棄の日野へ流すことに決めたのであった。その後、平家滅び、源氏の世になった時、信面は東国へ下り、梶原平蔵景時に仕えたが、ある時、この合戦の話をすると、頼朝公がこれを聞き、けなげなやつと言って、能登の国に領地を与えられたという。が、これは後日の話である。